皆さんこんにちは、ピカルです。今日の動画はこの秋グレイルで買って良かったアイテムを紹介したいと思います。はい、というわけで今月もグレイルのお洋服何点か購入したんですけど、今日は当たりだったアイテムのおすすめポイントを紹介していきたいと思います。最近急に肌寒くなって秋冬服が必要になってくる時期だと思うんですけど、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。このチャンネルでは大人かわいいスタイルアップコーデを紹介しています。ヘアメイク含めたトータルスタイリングを提案しているので、おしゃれになりたい方はチャンネル登録お願いします。それでは早速いってみましょう。スタート。はい、では早速1点目。今私が着ているこちらのトップス、 SNS でも話題になってたアイテムなんですけれども、こちらがファー付きケープニットトップスで、値段が2999円。私は S サイズを着用しています。クレジットはこちらに貼っておきます。私は今回モカを選んだんですけど、なんとこちらのトップス5色展開ということで、自分のパーソナルカラーに合ったカラーも選べるし、普段の合わせで一番使いやすそうなものをチョイスできるので、ぜひチェックしてほしいアイテムです。首元はスクエアネックになっていて、ちょっとオフショルっぽいデザインにはなってるんですけど、しっかり肩は隠れてくれます。結構グレイルのトップスってファーアイテム若干不安なところがあると思うんですよ。なんですけどこれね、ちゃんとファーもね柔らかくていい感じです。ここが結構安っぽいと一気に休みえしてしまうので、ここが私的に一番良かったポイントです。ニットの生地感は編み目がしっかりしていて伸びにくそうな生地感です。この被っているところがしっかり胸の下くらいまであって、細手は二の腕をしっかり隠してくれるようなデザインになってます。後ろから見るとこんな感じです。私が身長162センチなんですけど、ちょうど腰くらいの丈感です。なのでインするにもアウトするにもすごく使いやすいのかなと思います。細手もしっかり手の甲を隠れる感じになってますね。今はデニムと合わせてるんですけど、フレアスカートとかの相性もすごくいいので、この秋登場頻度が高くなりそうなアイテムでした。はい、そしてお次がこちらです。こちらのツイードベストです。めちゃくちゃ私の好みで一押ししたいアイテムなんですけれども、こちらがツイードベスト、カラーがオフホワイト黒で、サイズがフリーサイズになっております。お値段が2999円で、今私が着ているこちらと合わせて3色展開になってます。クレジットはこちらに貼っておきます。もう秋はツイードがすごく可愛い季節で、ついついツイードのアイテムを手に取ってしまうんですけど、皆さんはいかがでしょうか。ツイードジャケットとかもすごく可愛いんですけど、やっぱりすごく派手な印象になるので、ベストだと取り入れやすいのかなと思います。こんな感じでハイネックのニットとかとレイヤードして着るとすごく可愛いです。ツイードの生地感はこんな感じになってます。全然安っぽく見えなくて、本当に生地もしっかりしてます。このパールボタンがポイントかなと思います。結構大きめに作られていますね。脇の開き具合はこんな感じなので、そこまで開いてる感じはしないです。だけどニットと重ね着してもそこまできつい感じはしないです。ウエストで切り替えになっているので、お尻とか腰周りをカバーしてくれるのも嬉しいポイントです。首元は U ネックになっているので、ハイネックニットトップスとの相性がすごくいいんですけど、ハイネックじゃなくても私は U ネックのトップスとかと合わせることも多いです。後ろから見るとこんな感じになってます。丈感はですね、私の身長でちょうどお尻が隠れるくらいの丈感です。長すぎず短すぎずで使いやすい丈感になってます。今回はフレアデニムと合わせたんですけど、基本的にトップスにボリュームがあるので、スリムなボトムとの相性がいいです。なので例えばペンシルスカートとかスキニーデニムとかタックパンツとか、その辺と合わせると良さそうかなと思います。はい、そしてお次がこちらです。こちらのバケットハット、の詳細がファーバケットハットで、私が着用しているのがアイボリーのカラーです。お値段が1199円とめちゃくちゃ安い。そしてなんと10色展開ということで、かなり色が選べるようになってます。このハットは動画とかインスタとかでもかなり登場頻度が高くて、最近
よく出てるんですけど、実は私これの他にモカとピンクも追加で買っちゃいましたってくらいにお気に入りです。近くで見るとこんな感じでふわっとした素材になっていて、本当に秋冬にぴったりな素材になってます。結構深くかぶれるので、しっかりかぶるとこのぐらいまで顔が隠れます。秋冬ってもう寒すぎてすっぴんで出かけることとか多いと思うんですけど、そういう時とかにはこうやって顔隠しでも使えるかなと思います。私コーデのポイントにもなるので、何色持っていっても損はないアイテムだと思います。あとこれのお気に入りポイントが、すごく顔が明るく見えるんですよ。まあ、アイボリーっていうのもあると思うんですけど、これ被るだけすごい写真とか盛れる、多分レフ板効果みたいなのがあるんですかね。なので個人的にはこのアイボリーからすごくおすすめです。一応中はこんな感じでサイズ調整の紐がついているので、多少のサイズ調整はできそうです。何も調整してないと結構緩く被れる感じです。だけど髪型崩したくないっていうのであれば、このまま被るのがおすすめです。めちゃくちゃ可愛いバケットハットでした。はい、そしてお次がこちらです。こちらのニットカーディガンを紹介します。ゴールドボタンショート丈ニットカーディガンのカラーがグリーンでフリーサイズです。値段が1799円です。これはルックブックでも紹介したので、すでに見たっていう方も多いかなと思うんですけれども、この時期に大活躍なニットカーディガンです。アイテム名に入ってる通り、このゴールドボタンが特徴のニットカーディガンになってます。前開きのところとポケットにボタンがついてます。カラーはグリーンなんですけど、ちょっとブルー味のあるグリーンです。画面越しで見るとさらにブルーっぽく見えるかなと思うんですけど、エメラルドグリーンみたいな色味が一番近いかなと思います。丈感はこんな感じです。ちょうど腰にかかるくらいの丈感になってます。結構短めなので、ハイウエストのボトムと合わせるのが必須です。表面はこんな感じで立体的なニット生地になってます。後ろから見るとこんな感じです。今の季節、朝晩の気温差がすごく激しくて、カーディガンとか羽織物が大活躍する季節なんですけど、1枚持ってると便利なカーディガンでした。はい、そして次は今私が履いているこちらのニットショーパンを紹介します。ニットショートパンツのアイボリーカラーを着用しています。お値段が1799円です。はい、そしてショーパンの紹介です。これすごく可愛くて、プライベートでもかなり活躍しているアイテムです。ハイウエストに作られていて、足がとっても長く見えます。あとは裾に向かって広がってるシルエットなので、足がすごく細く見えるのがポイントです。ニットショーパンって結構透け感が気になる方が多いと思うんですけど、これはねちゃんと裏地がついてるので透け感もなくて安心して着用できます。ウエストのところは深めにリブが作られている感じです。後ろから見るとこんな感じです。春夏はショーパンちょっと挑戦しづらかったっていう人も、秋冬はロングブーツと合わせたりタイツと合わせると履きやすいかなと思うので、ぜひチェックしてほしいアイテムでした。はい、そして次が私がさっき履いてたロングブーツを紹介します。タンクソールロングブーツのブラックを着用しています。お値段が3499円です。このブーツは私去年に引き続き2足目を購入したぐらいお気に入りなんですけど、早速着用動画見ていきましょう。着用動画はこんな感じです。すごい足細く見えませんか。本当に足に沿ってぴったりとスリムなシルエットになっているので、かなり細見えします。ソールは約5、6センチっていうところですかね。身長も守れるけど歩きやすくてお気に入りなブーツです。次は厚底ムートンスリッパンを紹介します。今年ムートンブーツすごく流行ってますよね。厚底ムートンスリッパンのベージュ、お値段が1999円です。これは結構色かけも出てきてるくらいすごく大人気なアイテムで、ぜひ早めにチェックしていただきたいんですけど、しっかり厚底で盛れます。毛並みもふわふわでいい感じです。履いてるところはこんな感じです。すごい可愛いです。スリッパンタイプなので着脱がすごく楽です。靴下と合わせて履いても可愛いです。はい、というわけでグレイルで買ってよかった購入品を紹介しました。ぜひ参考になれば嬉しいです。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。